こんにちは。EPG パートシャラーへようこそ。私はネル大学の日本語、日本文学、文化研究学科の教授でジョージと申します。今日の勉強のテーマは、日本の外文化というテーマです。それではこれから始めましょう。目的、贈答の文化が、 世界のどの国にも見られる現象だが、日本人ほど、贈答の習慣を大人関係の象徴として美化し、微化している民族はありません。人に送る贈答品の価値に基づいて、送る人と送られる人の間柄はいかに親密であるのかが判断。 できます一方、相手からもらった、恩恵に対する感謝の印るしとして、返礼の外をすることも多いです。善者は、愛情や思いやりに基づくもので、後者は、いわゆる義理人情に基づくものです。要するに 日本人の日常生活の中で、贈答の行為が持つ比重は非常に大きいです。日本社会に深く根付いているこの贈答文化の起源、種類、役割、そしてその形式化の経過過程について解くのが本モジュールの目的です。これから一応、贈答文化の背景について簡単に説明したいと思います。 人から物を送られると、それに相当するものを、もしくはその時、適度と判断したほどの価値を持つものを、返礼としてお返ししないと落ち着かないというのが日本人の真実です。日本社会は、周知の通り形式を重んじる社会で、 日本人はどんな対人関係も義理や人情に基づいているものだと古くから考えてきました。それで人の恩をもらった時や人に手伝ってもらった時に義理の観念が働きその恩返しとしてまたはその感謝の気持ちの印としてお世話になった人に贈り物を送る 習慣が生ままれてきました一方、人から外品を送られると、そこにまだ義理、人情の観念が働き、自分に立派なお土産を送ってくれた相手にお返しをしないと気持ちが落ち着かなくなります。そして、その返礼をしない限り、新たな義理に巻き込まれてしまう。 と考えるのが日本人の性格です。このように現代日本の相当習慣は相手に対する感謝の気持ちを含む一種の義理、人情に基づく贈り物の形式的な相互交換にすぎません。もっと分かりやすく言えば人のお世話になった方は自分に世話をしてくれた 方に恩返しとして贈り物をするのが当たり前だと考えまだ世話をしてあげた方は相手から外品をもらうとその返礼をするのが当たり前だと考えますつまり現在の日本社会における外文化は外品の贈りもらい またはやりとりの繰り返しであると言えます。そうすることによって、相手に対する義理の束縛から脱出できるという考えが背景に潜んでいます。このモジュールに出てくるキーワードは次のとおりです。外社会、贈り物、お,お返し、返礼、お中元、 義理おねが、おせいおけこ結婚祝い、出産祝い誕生たんい、えー、入学祝い就職祝いおすせ分け、お服分け、そうよどき、かえし、ばいえし、とかこか、けい長ちなどです。 これから外文化の起源について簡単に説明したいと思います。日本における外文化はいつ頃から始まったのかははっきりわからないが、大昔から日本社会に外習慣があったのではないかと思われ、江戸時代の保険制度の中で定着したのではないかと推測されました。保険制度の社会構造は階級に基づいたもので、 上下の人間関係は社会の秩,秩序を保ち、権力者である上から受けた恵みに対して下の家来たちと小作人がその感謝の気持ちを表すために定期的に農作物や芸術品を送ったことにその機嫌があるのでしょう。インドでも保健時代に 地主に小作人が取り入れの時やお祭りの時に自分たちの作った農産物の一番良いものを送ることが普通で地主がその小作人に対する思いやりの印として金とか衣類などをお返しとしてやる習慣がありましたつまりかつての日本社会の上下階級の間で 行われていたこのようなもののやりとりが次第に外文化として定着したのだと言えましょう。では、現代日本社会に今見られる外文化はどんなものであるのか、そのありさまを探ってみましょう。現在外習慣は日本社会にあおける人間関係が円滑にかつ 平和的に継続するためになくてはならない重要な要素の一つとなっています。家族員、友人たち、就職場の上司と部下先生と弟子などと、すべての人間関係の裏には、かつの義理臨場に由来した、 贈り物の文化が存在しています。お正月のお年賀、年の半ば頃の7月あたりに相当するお中元、そして年の暮れに贈るお歳暮は中世以前から日本社会で行われてきた相当習慣です。日本人にとってはお正月の年賀状の交換やお年玉の 祖様などは新年を迎える儀式として重要な年中行事になっています。サルソトは非常にお世話になりました。今年もどうぞよろしくと恋願う気持ちがその底に潜んでいるのです。まだ、お中元という言葉は本来7月15日のことを指し、 現代日本では夏休みのお見舞いを兼ねて、両親、上司、教師など、恩恵を受けた方やお世話になった方に感謝の念を込めて品物を送ることです。高級な食べ物や飲み物、お菓子、果物、お酒などは、大物、 対象品となっています同じく、お歳暮も、年の暮れに、その一年間のお世話になった人に、感謝の気持ちを込めて、高級な品物を贈ることであります。以前は、贈り物を持って、相手のところへ行って、直接手渡す習慣だったが、現在、デパートやスーパーが普及したおかげで、 お中元やお歳暮の贈り物を最近スーパーやデパートに頼んで贈ってもらうことが主流となっています。そのため日本のデパートやスーパーは7月と12月になると注文に来るお客さんで混雑することがよくあります。店もお客さんの目を引くために 店内をきれいに飾り、高級品をさらに高級に見せか,かける工夫を重ね、値段も普通より高くしておきます。ある意味では、これらの日本の伝統的な相当文化はいずれも日本全国に定着していって、消費社会である日本の経済を大きく支える事象となっているとも言えましょう。 それに19世紀の半ば頃から始まった日本の近代化、西洋化の余波として、欧米の外文化も次々と日本に紹介されてきた結果、現代日本ではキステ教の祭日であるクリスマスやバレンダインデーのような日にも贈り物のやりとりを 活発にに行われるようになりましたクリスマスの時、ケーキを贈ることは普通だが、オ米ベイと同じく絵はがきなどでクリスマスの祝福を伝えるメッセージカードを贈ることも少なくはありません。まだ、クリスマスパーティーを開き、上司や同僚に美味しいごちそうを食べさせて、彼らの機嫌を取り戻すことによって、職場での人間関係を より良好なものに構築し替えるという建設的な側面もこれにあります。12月になると、日本全国のスーパー、デパート、普通の売店など、すべての店頭と店内は、色鮮やかな紙で作られたクリスマススターやクリスマスパ,パッパ、クリスマスツリーなどで飾られ、恋人、 職場の女子と同僚、学校の先生、親友などへ送るためのお土産を買いに来る客で賑やかになります。まるで欧米の奇跡の国々でさえ見られない光景です。日本ではバレンデインデーの日に普段女性が自分の好きな男性にチョコレートを送ることは習慣となっています。 自分の好きな男性に贈るチョコレートのことを本命チョコと呼ばれ、それに恋愛感情が込めているという意味合いもあります。また、それと別にお世話になった男性の女子や同僚にもチョコレートを贈る習慣があるが、それは義理チョコと呼ばれます。 欧米ではバレンデンデーに相手に自分の気持ちを表した美しいメッセージカードを送る習慣が主流で、チョコレートなど食べ物や品物を送ることは滅多にありません。まだ、まだ日本では女性が一方的に恋人や義理のある男性女子や同僚にチョコレートを 送っていることと違って、欧米では男性も女性も一斉にメッセージカードを送るのが習慣です。要するに、バレンデインデーに一斉にチョコレートを送るという習慣は日本人の独特の習慣であると言えます。そして、バレンデインデーに女子同僚や部下恋人からチョコーをもらった男性は、 いつかそのお返しをしないと落ち着かないのです。そこで、発明したのが、ホワイトデーです。しかし、バレンデインデーに送られるものはチョコレートと決まっているが、ホワイトデーにバレンデインデーのチョコレートを送ってくれた女性に、お返しとして送るものは別に決まっていません。何か高級品を送るのが通常です。 それに日本では西洋のマニュをして結婚式、出産、誕生日、入学式などの時にも創養する習慣が定着しています知られ国を挙げて定期的に行われる贈り物には前に述べたお中元やお世母に加えて3月3日の桃の節句つまりひな祭り父の日、母の日 えー、5月5日のタングのセクつまり子供の日、または恋のぼり、そして春分と秋分の悲願などの日に行われる相当もあります。それに加えて、誕生日の祝い、七五三の祝い、入学祝い、卒業祝い、就職祝い、結婚祝いなど、 不定期的に行われる贈り物や隣人、友人、同僚などに野菜や食料品などを分けるお裾分け、お服分けなどのような贈り物の習慣もあります。では、考えしとか倍返しというのはどんなものかこれから考えてみましょう。相手に対する感謝の印として、あるいは相手に対する恋愛感情の印として、 または、お世話になった人に対する義理を書か,かないために贈り物をするのだが、いずれの場合も、返礼お返しを期待するという、潜在的な気持ちが、停留しています。これは、おそらく、日本的特徴とも言えるが、異文が社会にもよく見られる人間の根本的な信じであると思います。ただし、 贈り物が人間関係を良好にする純滑剤だと考え,考えられる日本においては贈る側も贈られる側もこの点については非常に敏感で人から贈り物をもらうと必ずそのお返しをしますつまり自分に贈り物を贈った相手は お返しを期待しているのだ。だから、適当なお返しをしなくちゃと,思うと送られた方は考え、適当にすぐ返礼をします。しかし、時々、どうして相手は自分に贈り物をしたのか。その素養動機は明確でない場合があります。その時、 いっそ義理を感じざるを得なくなりそのお返しをしない限り気持ちが落ち着かないというケースもよくあります贈り物の変礼はまだ何をきっかけに相手から贈り物をもらったかによって違ってきますもらいっぱなしでは気持ちが済まないしギリ作法に関するものだからほとんどの場合とか交換で 相手からもらった贈り物のほぼ同等な価値のものをお返しとして贈るのが常識であります。まだ結婚式のようなめでたい儀式つまり刑事の際もらった贈り物に対して倍返しをしお葬式のような悲しい儀式の時贈られたものに対して半返しを すするのがばしです今まで見てきたように義理を書か,かないために外する場合もあればお返しを期待して贈り物をする人もかなりいるが贈る人はみんなそうだと思ったら大間違いです相手に対する自分の愛情と敬意を表すためまたは相手を処理し動機づけをするために 贈り物をする場合もよくあれば人を訪ねるとき空手で行くのが相手に対して無礼なことだと思ってお土産を持って行くということもありますこういう場合お返しとか代償を期待しているとは決して言えませんそれに人に贈り物を手渡すときつまらないものでございますとか 些細なものであるとか気持ちの印ばかりであるとかそ品であるとかと言って手渡すがそれは相手の機嫌を取り自分は何もやないことしておらないという気持ちを相手に伝えるためであると思われます日本人のこのような文化行動は外国人の目ではおかしく見えるかもしれないが親密で良好な人間関係を築き 平和で健康な社会を維持する手段として長らく続けてきた日本社会のこの習わしを異国人も見習うべきではないかと思われます。これで終わりました。何分がかった